おいで。眠るのだ、うるわしのおバカ姫。ポン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 。大変よ、お兄ちゃん。起きて、お兄ちゃん。ビーチの様子変なの。一緒に来て。わしじゃ、アクアクじゃ。わしの務めはお前を守ることじゃ。木箱を壊すとわしを呼び出せることがあるぞよ。仮面を3枚集めれば、不思議なパワーが爆発じゃ。こっちよ、お兄ちゃん。私の真似してぴったり後についてきて。オルバが。オルバが。簡単よ。バカでもできる。遊ぼう。遊びたい年頃なの。ゴルムが。大丈夫よ。靴のせいで転んじまったい。おいおいおい、あんた、俺様はこの臭い10年間ずっと同じことをやってんだよ。行ったり来たりの繰り返しで、もううんざりだ。もう金輪際やらねえからね。驚いたか、クラッシュ。ここであったが100年目じゃ。何もない南極での3年間は想像以上に孤独だった。お前が恋しかったよ。そこでお前のためにパーティーを開こうと思ってな。まあ誕生会みたいなもんだ。お別れ会かもしれんがな。見ろ、お友達が全員集合だ。人気者はつらいな。それじゃあプレゼントタイムといこう。嬉しか。これがパワークリスタルだ。やった、クリスタルは私のものだ。この薄らトンカチ。なんだその目は。さっさと行け、クリスタルマニアめ。わしを投げるのだ。平気さ、相棒じゃないか。高いぞ。俺たちはマックも黙るエビルチーンズだ。こりゃ可愛い双子だな。うん、やちやち、おじさんがチョコバーをあげるからな。本当、ちょうだいちょうだい。いい知らせと悪い知らせがある。悪い方からね。君たちの大切な島を破壊しちゃうよ。いい方はそれを見なくて済むぞ。たわごと。おお、おつむで勝負したいか。いいだろう、たむがい。
おつむで遊びたいか。叫んで逃げる場面だぞ。ほら行け、あばよ。まったね、脳みそくん。クラッシュ、手を貸せ。聞いた通りだ。奴らはこの島を破壊するつもりだ。お前を散々いじめた後、私の脳を盗むつもりだ。いいなあ、島の住民とののんきな生活。母なる自然の中での暮らし、勇敢な豚、涼しみ深い丸花町。マボカギチ、クラッシュ、明日市場に出さなきゃならないのにワンパの木が育たないんだ。害虫が果樹園を食い荒らしてね。害虫を駆除してくれたらパワークリスタルをあげるよ。悪の科学者に何を期待してる。これはゲームじゃない、正直に言おう。お前ら上出来だぞ。大したもんだ。まあいいさ。ところでこの島はなかなかいいところじゃないか。景色も綺麗だし、何より破壊しがいがある。のどかな村、溶岩流の洞窟やトーテムポール。そうだ、十次元にはトーテムポールみたいに立派な彫刻はなかったからね。ほんとカラフルでリアルだよね。よくできてるよ。まるで生きてるみたいだもんね。まるでだと。本当に生きてるんだよ。食え奴らだ。食べ物どこ。お前らの力は分かった。だが我々には逆さま逆転マシンがある。これを使ってこの次元のいいものを吸い尽くし、最悪なものをたっぷり置いてってやる。破壊はやめられ。バイバイ負け犬くん。ねえ、おやつまだ。十次元だと。そうか、そういうことか。わしの頭脳が暗い海を泳ぎ、どでかい計画にたどり着いた。研究所へ行くぞ。まだ負けてない。勝負はこれからだ。見ろ、この氷の要塞は悪の天才の根城だぞ。怖いだろう。だが使い方次第で世界のために役立つなんてことにもなりかねん。もちろんわしは専用の鍵を持ってる。見ておれ。このあい、ああもう向こうに裏口がある。ついてこい。不当たりだった。本当か。ここ数年間不景気だったもんでな、コルテックスにも調子の悪い時もあるって。お魚。これはうかうか様。
俺を氷の墓から出したのはドイツだ。まさか、マリエ、クラッシュとボルテックスが、わしがどっちと手を振り、どっちをやっつければいい。主をもしのぐ悪がこの世界を滅ぼそうとしておる。何？わしが先だ。二つの魔法の仮面に別れはしたが、共に力を合わせこの悪の計画をくじこうではないか。正気したか。いいだろう。面白そうだ。悪ウカ兄弟の合体じゃ。来い。準備をせにはならん。お前の出番だ。トリックアトリート、トリックアトリート。バカ者、こんなチャチなお面たちにやられると思うか。俺たちは無限次元の支配者だぞ。現実をはるかに超えた力と。すごいお宝を持ってるんだぞ。お宝だと？こら、ここでその話を出すんじゃないよ。え、覚えてないのか、博士。何を？お前に壊された人生を俺たちに返してもらおう。こいつ、この鼻つまみ者、覚えてろ、クラッシュバンディク。全員呪ってやる。必ず戻ってくるからな。お宝の話は忘れてちょ、お願い。コルテックス博士、お主のせいか。あの神前者は何やつだ。わしは多くの命を犠牲にした。とても全部は思い出せない。頭がでかいくせに物忘れの激しいやつだ。コルテックスをエブリツインズに引き渡せば許してくれるかもな。それじゃ殺される。それくらいの犠牲は仕方ない。クラッシュ、お前の父さんだよ。お前を作り育て喧嘩もしたけど、どうなんだ。わしの頭脳とお前のアホさ加減が組めば怖いものなしだ。見ろ、これはサイキトロンだ。無限次元の入り口だ。宇宙を超えた9次元と11次元の間にある10次元につながる実に奇妙な空間だ。そこに行かねばならん。ヘビリツインズに打ち勝ち、宝をいただき、自然に秩序を戻し、私が返り咲くためにワープするには6つのパワークリスタルが必要だ。ここには4つか。うん、試してみよう。やはりダメだ。全部なくなった。残る策はこっちだ。海だ、海に行くんだ。希望は青い海に浮いている。出航する前に N 人の戦闘艇にたどり着かねば。でもどうやって？考えろ、考えるんだ。は生まれて初めてだ。どんな宝もこの侮辱を癒せん。お宝ってすごいの。
生肉が鍋に落ちてきたぞ。船からネズミがいなくなりましたね。お宝がどこか教えてくれるのなら見逃しますか。静かに。拷問するしかなさそうですね。Nブリを任せましたよ。だ、派手にやってくれたな。修理の助けとなるのはただ一人。私の姪っ子ニーナ・コルテックスだ。ほら可愛いだろう。わしがあちこち手を加えたからな。いい仕上がりだ。急げ、私の飛行船へ。マダム・アンバリーの悪の学校へコースをセット。こっちだ。これに限る。驚いたね。不格好な船が飛んでるぞ。客室乗務員さん、ピーナッツサービスのおかわりある？お前にこの船はやらないぞ。つまんない。ひねりつぶしてくれるわ。お前らなんぞ引けでもないぞ。私は偉大かつ強大なネオコルテックス様、爆発的天才にして世界の支配者だぞ。よく私を抱え上がって必ず復讐してやる。なんとでもいい、相手にしてられ。おお、ここだ。懐かしき母校よ。わしはここの卒業生だから、この学校の秘密は隅から隅まで知り尽くしておる。コルテックスじゃねえか。噂じゃお宝を手に入れたって聞いたぜ。おこぼれに預かりたいね。何を言っとるのか全くわからん。ここからはわしがやる。飛行船に戻って船をつなぐロープを見てこい。ぐっすり眠れニーナ。長い爪で引っかいて尖った歯で噛みつく夜を恐れることはないんだよ。隠れることなんてないんだよ。おじさんの怖いモンスターは味方だからね。ニーナ、わしの可愛いピチピチのめいっ子。おお、なんと大きくなって。おまけに割るぞ。お手はどうぞ、お嬢さん。23調整が必要だな。見せてみろ。私の飛行船が、あれがなきゃどこへも行けん。ちゃんとつなげと言ったのに。急げニーナ、乗り遅れるぞ。見つかった。飛行船へ急い。あんた居残りよ。アンバリー校長。まあ
泣き虫のコルテックスちゃん大きくなってヘアカットのお仕事をしてるんですって。悪の科学者です。科学者ですって。ちっちゃな毛虫ちゃんのくせに。待てよ、そうか、思い出したぞ。そういうことだったのか、だったのか、だったのか。ビクター、モーリッツ、カゴに戻りなさい。悪い子でしゅ。8歳の時だ。私は学校一の人気者だった。ああそうだ、みんなに愛されてた。あれはエボルボレイの最初の実験だった。スーパーアニマル軍隊製造計画の第一段階だ。実験動物はわしのペットのオウム、ビクターとモーリツだった。こいつらは好きだからいじめたり食べたりはしなかった。実験は計算通り進んでいたのだが、突然。2匹とも姿を消した。無縁次元に吸い込まれたんだ。あの時は落ち込んだよ。あの双子が恋しくてな、どんなに会いたかったことか。だが願い事は慎重にやらんとな。うるさいじいさん。こんな形で叶っちまった。さあ始めるぞ。新しい次元を探求するのだ。本当は2つあるんだけど、時間の都合で1つ省略だ。柔らかい毛皮だ。ぬくぬくしてる。僕のクラッシュだ。やばい、取るんだ。私の娘、いや姪っ子、なんとかしなければ。考えろコルテックス、考えるんだ。話せ、私が人質になる。ビクターとモーリッツの悪の要塞だ。ここで善を悪に正せる。嫌な過去も正せるぞ。お宝、やった金持ちだ。あのお宝は盗まれたものだ。今さら何を言うのです、博士。本当はどうでもいいんだが、あいつはお宝を取り戻したがるかもな。おやまあ、ちびっこ悪党ども、今までどこで道草食ってたんだ。もう一度あんたに会うためにね。あんたが実験をミスったせいで無邪気な2匹のオウムは十次元に送られたんだ。高濃度の放射能を浴びたおかげで俺たちの頭脳は冴え渡り、無邪気な心はねじ曲がってしまった。最悪の環境さ、悪党作りにはもってこいの場所だ。パパ、悪の科学力のことなら最高の教育を受けたもんね。その通りだ。さて、お遊びは終わりだ。ビクター、モーリッツ、鳥かごに戻れ。悪い子だぞ。
しまった、ついカゴに入っちまった。育ちの良さが災いした。そうだコルテックス、俺たちペットと遊びたかったんだろ。今がその時だ。こんな終わり方ってあり？ああクラッシュ、ずっとお前を誤解していたようだ。お前はわしの失敗作だ。目の上の炭鉱だ。お前を見るたびに悩み苦しんだよ。だがおかげで教訓を学んだ。それは失敗は常につきまとうということだ。それならいっそ消すしかない。お前のにやけ面ももう見なくて済む。ここはどこだ？なんだこりゃ。